鋳型をいかにうまく作るかが非常に重要で、その鋳型に鉄を流し込んで作るんですけど、その母体となる鋳型がうまくなければ製品としてきれいなものとして出てこないっていうところが、まあ、難しいところもあるでもあるんですけど、そこはすごくやりがいのあるところだなっていうふうに思うんですけど。使い手の方に喜んでもらえるような製品にするためにも、やはり一つ一つの工程を丁寧にやることを心がけてやっています。